皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1972年公開のドラゴンへの道。英語題、The Way of the Dragon。監督と脚本は、ブルース・リー。主な出演は、ブルース・リー、ノラ・ニャオ、ユニコーンちゃん、など。ローマの中華料理店、上海は、地元マフィアに立ち退きを迫られていた。香港から助っ人としてやってきた、中国拳法の達人タンロン。タンロンは瞬く間にチンピラたちを撃退するが、マフィア側も空手の達人コルトを呼び寄せる。というストーリー。ブルース・リーの初監督作品で、さらに制作と脚本も担った主演第3作。前半はコメディ要素が多く、意外にも最初の3分の1は格闘シーンがない。ただ一旦戦いが始まると、棒術や両手ヌンチャクなどアクション満載。そして最大の見どころは、当時は全米空手チャンピオンだった、チャック・ノリスとのコロッセオでの決闘。ということで、評価は。Thumbs up!